はい、こんにちは。えー、今回ですね、一つあの、ショートな短い1分30秒程度のですね、えー、っと、動画をご紹介します。それはですね、今からですね、10年ぐらい前にですね、日本のですね、科学技術館っていうのがあるんですけども、東京なんですけど、そこで上映されたですね、9次元から来た男っていうあの、映画なんですよ。9次元から来た男っていう映画ですね。この映画はですね、物理学でですね、仮に9次元、まあ、 ヒモリ論では11次元まであるんですけど、その9次元から、えー、もしも来た人物が3次元に、この世界に現れると、その9次元から来た人っていうのは全てを知ってるんですよ。宇宙がなぜ生まれ、そして何が宇宙の完成した状態かっていうのを全て知ってるっていう人間になるんですよ。これが物理学的なもので、で、仏教ではこの9次元のことを高地在天って言います。で、物理学ではこの9次元の世界っていうのは、 まあ、我々が住んでるこの三次元世界、さらにはまあ四次元、五次元、六次元、七次元ってありますね。前ご紹介した動画の中で、まあ我々の住んでるのは三次元であると、空間であると。そこに一本時間が流れると。この一本時間が流れて、その共通、共有してる空間のことと時間のことを、まあ四次元と言いますと。我々はこの空間、流れる空間の中で、時間が流れる空間の中で、えー、お互い人間同士ですね、一つの空間を共有して、 るっていう錯覚を持ちながら、まあ、過去から、えー、文、文章によって知性を蓄えて、そしてさらにうちは何かっていうのを常に探求しているのが、今現在この文明ですね。まあ、その中で科学的な技術が発達すると、原子爆弾とかコンピューターとかいろんなものが出てきて、それをまあ、各国をですね、えー、大統領や王様たちが特裁者が独占してですね、他の国を侵略してやろうっていう、こういうストーリー性も流れてますと。このストーリー性の中で我々はでも、基本的には、 なんで宇宙が生まれたのか。我々がこの世界に生まれてきた目的って何なんだろう。あるいは我々生命ってのは最終的にはどうなんだろうと。まあ、五次元に戻ると、五次元の世界、我々はもともと粒大に波であって、波って何かあったら我々から派生している平行宇宙の全てが見れると。一人の人間から全ての可能性が見れると。まあ、五次元に戻ると、自分っていう人間が生きてきた一生を一つ見ると同時に、まあ自分っていう人間がですね、 まあ波の状態になると、まあいろんな可能性も見ると、さらに過去にどういう生まれ変わりをしてきたのか、あるいは未来にどういう生まれ変わりをするのかっていうのは見えるのが5次元って言いましたと。で、6次元はですね、その一人の人格から想像できるあらゆる世界、過去、未来に行けるっていうのが6次元の生命体であると。で、7次元っていうのはこの一つのビッグバーン以外の他の人格の世界もあるっていうことを認知できる。 まあ、あるいは何でか宇宙が生まれて、無限の世界があるのかっていう、これをですね、考えるのは7次元の人たち。まあ、これ物理学者ですね。で、8次元っていうのは、まあ、すべての宇宙の可能性が存在していると。で、今回紹介する9次元から来た男っていうのは、えー、9次元に登ると、物理法則、あるいは初期的条件。我々のこの世界は、ビッグバンによって、一つの3人が138億年前に生まれましたと。 だけど、そしてこういうえ量子生命体、粒であり波であるっていう、えー、状態が我々の時間と空間を作ってるっていうんですけども、まあそれの法則が8次元までを作ってるっていんですけど、全くこれと違う初期条件。ですから意識とか物質とか、時間とか空間とか、ニュートリノとか中性子とか、そんなもの関係ない条件で存在してる世界もあると。無限にあると。 お釈迦様はそれを遊び世界って言ったんですけど、まあ意識もあるもの、意識のないもの、まあ時間も空間も関係ない生命体、あるいはもう乱世、えー、体質、いろんな生命体があるっていう。えー、こういうですね、我々がもう想像できない、我々の宇宙からでは想像できないような生命体の世界もたくさんあると。生命体とも呼べないような、存在とも呼ばないような世界もたくさんあると。そのあらゆる世界に行くことができるのが、この九次元から来た男なんですよ。 で、この9じ縁から来た男はその宇宙が何で生まれたのか、そして何のために生まれて何が完成なのかを知ってるんですよ。で、その9じ縁から、えー、男がビッグバンを起こうしてきて、そして東映っていうキャラクターになってこの世界に現れるんですけど、ですから今科学者たちはその東映をですね、追い求めて、東映が現れたっていうんで、その人を追い求めて宇宙の一切が何で生まれたのかを聞き出そうとするんですよ。東映うまくこう、時間と空間をですね、移動したりして逃げちゃうんですよ。まあ実は9じ縁から来たのがお釈迦様で、 とか、キリストで、彼らは別に逃げることなく、弟子を取って、教えとして、なんで宇宙が生まれたのか、まあなんで宇宙が生まれたのかは、まあここから弟子を取って、さら彼らを、えー、下脱させて、真空の状態に戻しましたと。これが九次元ではなくて、九、えー、次元の男ができる、如来ができる人通力で、弟子を下脱させて、九次元からさらに十次元に戻して、ここが極右会といって、そこで儒教を授けることによって、ビッグバンを起こさせて、各世界を生み出すと。 で、そこに生まれ変わった弟子たちが生まれると、えー、その過去には磁気を授けた如来の教えが広まっていると。その如来の教えっては何かって言ったら、過去にお前に磁気を授けてやったと。過去にお前が、えー、私の弟子になった時に磁気を授下脱させて、十次元に終らせて磁気を授けてやったと。だからお前今、ビッグワンを起こして、その世界に生まれてきて、過去に私の化身がいて、その化身の如来が如来教えを説いてんだと。その教えっていうのは5段階あって、5番目の教えに、 お前が儒教を授けて、この世界を生み出したこと。そしてお前はこれを、で、えー、大悟の教えを理解して、如来になって、他の、その世界の人たちを弟子にして、そして従事員で生られ、己自身も儒教を授けて、そして、弟子たちが生み出した世界の過去に如来として、その推しを残して、その弟子たちにさらに教えていくっていう。この仕組みですね。この仕組みを解き明かしているのは、えー、 この九次縁から来た男如来なんですけど、この短編映画の、えー、紹介の中では、まあ、この真理そのものは常に逃げ回っちゃうって、それを学者たちが数学や物理学で追ってるっていう風に表現してるんですよ。実際には、この九次縁から来た男ってのは釈迦であり、キリストであり、それが正法の如来、そして造法の如来、そして末法の如来になって、この一つの文明ってのは正法、俗法、末法、最末法っていうこの教えの中で、それが え、国を越えてさまざまな、え、国家を越えた民族を越えた、エリアに広がって、この教えが最高のものです全てが書いてあるものだって、勉強するのは正法で、そして、えー、造語、マッポ、サイマッポと、えー、行って、最終的には、えー、その中で、えー、この教えに縁を持った人たちが最後に、マ、ま、ッ、サイマッポの屋に出てくると、そこに弟子になって、十字事に入ってもらって、また、ビッグマンを起こして、うちは広がり続けてるっていう。この文明の2500年っていうのは、そこに入るために、 縁を持ったり、勉強したりするための場だったんですよ。如来になるための。過去にある如来の推しを学んでですね。え、下脱して自分如来になるっていう。え、この場でしたと。だけど、この映画の中では、その真理を持った人、そうやって人は逃げちゃうんですけど、実は逃げないで、社会やキリストのような如来になって、世界に推しを広めていたっていう。はい。で、この2500年なんで、そこに縁を持った人は、最後の末法の如来に下脱させてもらって、ジュやったんまた、 呪呈を授けとなって、ビッグマックをして、その世界に生まれた。そう、その世界ではまた教えが広まってるっていう。この無限の英知の広がりが何もない真空を土台とした、真空に変わって、皆さん一人一人が悟りを開いて、自分が真空であって、そして自分の中にはこの世界があって、これらの世界ってのはなんで無限に英知が拡大して全ての人が尿題になったかっていう、その原因と結果がここにあったってことを悟るための仕組みなんですよ。システムなんですよ。はい。 まあですから物理学者はですね、今、9次元っていうのは何かっていうのを分かってるんですよ。まあ4次元、5次元、6次元、7次元、8次元,9次元って分かってるんですけど、まあなんで宇宙が生まれたのか、何の目的で生まれて最後にどうなるのかって分からないんですよ。で、今、今この答えは実はその9次元からした社会やキリストはこの世界にも解き明かしてるんですよ。まあそれがこれなんですけど、まあ今、現代の物理学者はそれが分からないでその人を追い回してるっていう、そういう映画のプロモーションビデオをこれから流します。 自分って何なのか世界はどうなっているのか宇宙はどうして始まったのかその答えをいつまでも追い続ける者たちがいる。科学者たちは探している。この私を。 が現れたって、確かな情報でやつを捕まえれば全ての謎が解けるんだ <noise> あらゆる可能性は同時に存在するんだ。 から来た男。<タッ><タッ>